後ろはゼロで抑えられているのですごく自信持っていいのかなっていうのはありますけど、まあ点が取れないのはやっぱり課題に残る試合なのかなっていうのはあります。チャンスはつかめていると思うので、それを最後のフィニッシュですね、どうやって決めるのかっていうのはありますけど、そのチャンスを作るシーンまではまあ試合ごとにできているので、そこも自信持っていいのかなっていうのはあります。やっぱりその最後のものが一番重要になってくると思うので、まあ、そこを突き詰めていかないといけないのかなっていうのはあります。やることは変わらないんで、常に味方のサポートっていうのを心がけてやってますね。去年と変わらずサポートの面ではいい距離を持ってサポートできてると思うので、そこは自信持ってやりたいと思うし、最近守備1対1の守備で軽い場面っていうのが、まあ、試合を見返すと何度かあったので、そういうところはやっぱり簡単に抜かれないようにしないといけないのかなっていうのは感じました。勝てばもっといい流れに持っていけると思うので、まずしっかり勝ちに行くこと、そして、まあ、後ろではゼロで抑えれるように頑張りたいです。得点取ればチームとしてもいい流れにいい方向に行くと思うので、まあ、先制点っていうのは鍵になってくるのかなっていうのはあります。湘南戦ではしっかり勝ち点3を取れるようにチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。